ちらではない。もちろん分かっておりましたわ。神が望む勝利をもたらすこと、それが王の責務ですわ。役立たずは楽園から追放するのみ。王国を脅かす者たちに審判の槍を。残念だったな。ここまでだ。我々を光をもってお導きある。絶望もない世界、ガーデンオブシャングリ。王国を脅かす者たち、ここは私に任せてください。よっしゃ、このまま行くぜ。無意味な抵抗はつまらないな。
ソルジャーオール。知ってる？火力の伝導者。命令してください。何でも任せてちょうだい。ソルジャーオール、よろしく頼む。よろしくお願いいたします。おじさん、おいしいもの食べに行こう。私が必要で。ご命令ください。ソルジャーイーグル。ソルジャーオール。何でも任せてちょうだい。ソルジャーオール。ソルジャーオール。私のこといじめないで。私だってどうなるかわからないから。道に、ま、すぐに立たれるのですか？ああ、することがある。それでも少しくらい食べていくのだ。今宵はごちそうを用意するのだ。それもいいか。何を言っておる。早く支度を済ませるのだ。強行軍には違いないですね。これだけの戦いの後すぐに移動というのは、まあ仕方がありません。じゃあ少しだけ待つのだ。弁当でも作ってくるのだ。いや大丈夫だ。途中で適当に食べる。心配は無用。どちらに向かわれるのですか？ナユタに呼び出された。ナユタが呼び出しを？ああ、あののんびり屋が呼んだということは何か大きな発見があったのだろう。クイーンに絡む手がかりだと思うかい？おそらくは。ついに。あまり期待するな。そうとは限らない。とにかくそういうわけだ。すぐに出立する。マリオン、キロとタロスはどちらに？全員ぐっすりなのだ。あれほど働けば仕方ないのだ。何か伝えておくことがあるのだ。ない、元気で過ごせとだけ。同じく。私もです。わかったのだ。皆様のおかげで王国を守り抜くことができましたわ。国を滑る王として心より感謝を申し上げます。危なくなったらまた呼べ。いつでもとは言えんが、なるべく早く来よう。それでは皆さん、そろそろお元気で。また来るのだ。晩餐の準備をいたします。ええ、頼みましたわ。マリアン、キロ、体調は大丈夫ですか？はい、タロスが治してくれました。私はキロの修理を受けました。そうですか、よかったです。マリアンはどうですか？私は大丈夫です。最後まで見ていただけですから。じゃあクラウンの活躍も見たんですか？見ました。うん、私は見逃しちゃいました。タ
ただ歩いてるだけでラプチャーが吹き飛んだんですよね。かっこよかったでしょうね。クラウンの拡張武装をタロスに解析してもらうことになったんです。使用条件の緩和を当面の目標に。あ、量産化もですね。もしそうなったらラプチャーを全滅させるのだって夢じゃなくなりますよね。全滅ですか？はい、全滅させたいですか、ラプチャーを？それは当然。クラウンがかっこよかったかって聞きましたよね。私は。マリアン、大丈夫ですか？あ、大丈夫です。ごめんなさい、まだ少し疲れてるみたいです。お水でも持ってきましょうか？いいえ、大丈夫です。本当に。そろそろ移動しましょうか。夕食の時間ですよね。はい、そうですね。マリアンとキロは部屋に戻りました。素敵な食事でしたわ、チャイム。はは、ありがたきお言葉でございます。チャイム、今後のことについてあなたに想像することがあります。相談でございますか、お嬢様？ええ、それ相談ですわ。何でございましょう？マリアンをあの方に会わせた方がいいでしょう。というと指揮官のことでございますか？その通りです。何かお考えが？ええ、ただの思い過ごしであることを願いますが、こういった予感は外れないものですわ。あっちだ。回復が遅いですね。しかし幸いでした。あなたはあの日以来捕食することでボディを再構築できるようになりましたし、投げられた場所も都合がよく、ラプチャーの群れがいる場所でしたから、あなたの頭に私のコアの一部を入れて保険をかけておいたのも正解でした。おかげで過去の記憶こそあれ、私はもう私ではなくなりましたが、なぜまたラプチャーを集めている？決まっているではありませんか。報復です。あの忌々しい古城を圧倒して押しつぶします。あの王はどうする？考えてみることです。あれほどの力、何の制約もなしに使えるわけがありません。次はありません。見当違いならどうする？その時はまた攻撃すればいいでしょ。時間は私たちの味方ですから。あちらは有限、私たちは無限。あの鼻につく顔が歪むまで繰り返せばいいだけです。まあ好きにしろ。では回復次第すぐに。こんばんは。ここで何をしてるんですか、マリアン？どうしてここが。いや、どうやってここまで。このラプチャーの海をどうやって。ラプチャーたちをみんな帰らせてください。それから
二度と王国を狙わないでください。どうして何も言わないんですか？これはどういうことでしょう。この妙な感情は一体。私の言ったこと伝わりましたか？仰せのままに我らが。